俺も信じるから、みんなも信じてあげてくれ。てな感じで始まりました、小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見ててください。よろしくお願いします。はい、今日はですね、ま、昨日ね、わかる方はわかってると思うんだけど、やっぱりひどい負け方したと。3連敗。からの、昨日のあの逆転負け。で、4連敗、してるわけですけども、まあ、サムネイルにもあった通り、まあ、やっぱり、俺は、信じたいのよね。選手たちを。もう一生懸命やってるの分かるし、自分もやってきたから、どういう感じでやってるかっていうの分かってるから、やっぱり信じてあげたい。うん。まあ、僕も批判とか、まあ、いろいろ言ったりするんだけど、やはり今ね、坂本さんであったりとか、カズマであったりとか、まあ、昨日だったらバルドナード投手とかね。やっぱり、こう、チームの主力と言われるような人たちが少しね、ここに来て、ちょっとブレーキというか、まあスランプというかね、そういったところがありますと。で、まあそこをね、まあ打開しようといろいろやってますと。で、僕もこの YouTube で、どうしたら巨人が良くなるのか、強くなるかっていうところを、まあ日々考えながら発信をさせてもらってますと。で、昨日の動画、試合、解説終わって、動画のコメントを見たんですよ。そしたら、坂本と岡本は二軍行け、みたいな、とか、なんかバルドナードは、なんかこう、バルドナードも二軍や、とか、なんか結構ひどいこと言ってる人がいたんですよ。で、皆さん知らないかもしれないけど、YouTube のコメントって、なんか僕がね、見る、場合、誹謗中傷とか、なんかそういうのがあるからね、最近の、そういうのはね。そのなんかフィルターがかかるらしいんですよ。で、皆さんが見えてるコメントが、僕には見えなかったりとか、そういったことがあったりするんですよ。で、まあ、たくさんコメントいただいて非常にありがたいんだけど、やっぱり、その、まあ、じゃあ、坂本、岡本、バルドナード二軍にして、じゃあ一体どうやって戦うねんって話になってると思うんですよね。それは言い過ぎだと僕は思うし、やっぱりね、いろいろ模索してるし、僕は打線でね、言えば、やっぱりこう、丸、ヘルナンデスってとこが調子がいいから、例えば坂本さんを2番にして、まあ、ヘルナンデスを5番に置いたりとかね、そういった打順の工夫とかも、そろそろ僕はした方がいいと思うんですよ。どう考えてもね。うん。実際、やっぱり、打撃の調子っていうところももちろんあるんだけど、やっぱり攻め方とかも変わってくるから、そういったところで、その調子いい人たちでサンドしてあげた方が僕は絶対にいいと思ってて、そろそろ阿部監督ほんまに打順をね、4番岡本、5番坂本っていうところをちょっとね変えた方がいいと思う。打線に関してはね。うん。まあ、今日どういう打順になるか分からんけども、まあ、今日の打順っていうのはまずね、一つの楽しみかなっていうふうに思います。で、まあ、バルドナードなんだけど、まあ、昨日ね、3点取られたかな最終回に。で、負けましたと。で、まあ、それは、まあ、取られる時はあると。うん。で、実際これまでめちゃくちゃ抑えてきてくれてるし、めっちゃ救ってきてんのよ。で、昨日の安倍監督のコメントとか、杉内さんのコメントとか見ましたけど、やっぱりあの場面で、まあ、バルドナードを変えるという選択肢がなかったというかね、安倍監督にだっては、まあ、こっちは抑え出してるんで、みたいなことをね、言ってはったんで、それぐらい信頼ではあるんだと思うし、で、この間も西武戦で、まあ、確かにね、負けついたんかな、バルドナード、ありましたけど、まあ、やはり初めての球場っていうところもあるし、で、今日なんかね、皆さん感じてると思うけど、めっちゃ暑いじゃないですか。これ6月今6月12日か。それで、この暑さ。もう今日なんか、僕京都にいるんだけど、京都って盆地やから特にめっちゃ暑いんよ。だから、動いてない僕がね、それぐらいなんで、やっぱり球場でやってる選手というのはね、練習からずっとやってるわけなんで、それしんどいよ。しんどいって。うん。で、ね、ずっと救ってきてくれた人が、その何回かね、ミスしただけで、その言うのやめよ。ほんまに。で、確かに昨日も審判とか見てても、確かにストライクゾーンちょっと甘かった。甘かったというか、ちょっと辛い。
ちょっとブレてた。確かにね。はっきり言うけど。うん。で、先週かな、先週も多分確か同じ審判で、ちょっと、ん?って思う、結構ね、あったんよ、判定は。だから、もうそういう審判なんだと思う。だからそこのせいにしても仕方ない。うん。どっちも同じ審判でやってるから、多分、おそらくちゃんとね、同じ、判断でやってると思うんで、そこは、いいと思うんだよね。そう言っても仕方ない。同一することもできないから、審判にね、言っても。だから、バロナードも昨日の展開で、コメントとかにもあったんよ。うん。誰かこう変えた方がいいやろとか、いうところもあったんよ。だけど、じゃあ一体誰出すのって、あの場面で。うん。まあ出すとしたら、多分おそらく、押し出し出す前とかね。押し出し出した後とかに変えると思うんですよ。あの、昨日の場面だったら。じゃあ、昨日の場面であれ誰出す?あんだけ左続いてて。で、例えば大勢とかがいるんだったら、ね、左右関係なく、球の力である程度やっぱ押していける、空振りを取っていけるっていうピッチャーが、もしいるんだったら変えたらいいと思う。全然。だけど、あの場面で投げるピッチャーいないと思う。うん。で、実際左の大江とかも、調子悪いじゃないの。うん。ね。だから、僕はあれは信頼しての采配だと思うし、僕は全くね、それに関しては思わない。うん。ただ、もしかしたらキャッチャーの岸田選手一回タイム取ってね、話しに行ったりとか、結構こう、アバルノナードはちょっと慌ててたというかね、早くボール貸してくれみたいな、こう、早くっていうね、そういう緊張というか、その心理状態っていうのがすごくマウンド上で出てたと思うんで、ああいうこうカッカしてるというか、早くボールよこせみたいな感じになってるピッチャーって、大概やらかすのよ。僕あんまりそれで、なんかこう、立ち直ってめちゃくちゃいいピッチング、やりましたみたいなピッチャーって、あんまり今まで見たことないんで、大体ああいうカッカしてる時とか、ボールを早く、くれって言ってるようなピッチャーって、やっぱり冷静になれてない証拠だと思うし、そこで一回マウンドに行ってね、まあ、ピッチャーは必要ないっていうことを言うかもしれないけど、やっぱり時間取ってあげて、やっぱり、外国人でね、もしかしたら、めちゃくちゃこう、流暢な会話ができないかもしれないけど、やっぱりそれでも時間を置いてあげるっていうのは、多少ないともね、やっぱ効果はあると思うし、まあ、僕がよくコーチに言われたのは、まあ、キャッチャーなんて結局、キャッチャーなんてって言い方あれなんだけど、リードとか、ジェスチャーとかいろいろあるやん。僕結構言うじゃないですか。試合解説でね。で、結局、ピッチャーが良ければ、まあ、しなくてもというか、まあ、そのピッチャーの力だけで抑えれんのよ。結局は。だけど、そんなピッチャーばっかりじゃないからやってんのよ。やっぱりね。コメントとかにもあるよ。なんか小山はリードばっかり言うけど、なんか結局ピッチャーが良かったら、リード関係ないやん。いや、そらそうよ。そら、大谷投手とか、ダルビッシュ投手とか、あんなね、調子いいピッチャーがね、そういうぐらいの力量があって調子が良かったら、キャッチャーなんて何もやることないよ。普通にまっすぐで追い込んで落としといたら勝ちやん。佐々木朗希とか見てたらわかるやろ。まっすぐドンドンドン160度ドンドン行って、フォークドン落としといたら、大体三振するやん。だけど、そんなピッチャーばっかりじゃないの。うん。だから、キャッチャーもジェスチャー使って意思疎通するし、ここ絶対低く来いよとか広く来いよとかやるし、で、だから冷静になってないなと思ったらマウンド行くし、で、ね、ケツ叩いたりとか、いろいろこう会話したりとか、ちょっとほぐしたりするし、ね、リードとかも結局結果論よ、僕も分かってんのよ、そんなんね。抑えたらまあいいよ。だけど、2戦目、3戦目見据えたら、やっぱりバッターにある程度印象残してた方が、うん、裏の配球とか行ったりできるんで、だから僕配球って大事だと思うんですよ。その場所だけ、その場面だけ抑えろって言うんだったら、ピッチャーの好きなボールというか、一番得意なボール続けといたらええやん。簡単に言えばね。だけど、それだけじゃ、140試合以上戦っていけないから、大事なんよ。だからそれを皆さん分かってもらいたいし、まあね、僕もね、批判するよ。別にそれは人格否定じゃなくて、その選手のプレーに対して批判してるわけだから、うん。それは、それは分かっといて、みんな。マジで。うん。で、コメント欄とかも、なんか、僕は見えないところはあるんだけど、なんかすごく、なんか荒れてるみたいな、こと書かれてる時があるから、やっぱみんなも、その、なんて言うんだろう、別に何してもいいよ。コメント、どんなコメントしてもいいんだけど、やっぱり、一回考えてみて、
送る前に考えてみて、なんかほんまに僕というか自分が変なこと言ってないか、変なことというかちゃんと考えた上で言ってるかなとか、あ、そういったところ選手の人格を否定してないかなとか、そういったところをちょっと考えてね、やってもらいたいなというふうに思うし、僕もね、そこはね、YouTube 始めた当初から人格は絶対否定しないと、うん、選手がやったプレーとか、に対しては僕は批評というかね、批判とかしたりしますけども、それは誹謗中傷ではないというふうなところで、ポリシー持ってやってますんで、そこはね、ね、サムネイルありましたけど、岡本、バルドナード、まあ昨日ね、ここ最近もそうですし、昨日もね、ちょっとダメでしたけども、まあ西田投手とかもそうかな、ちょっとホームラン打たれて、あ、ここから流れ変わったっていうのありましたけども、やっぱり僕はジャイアンツが好きですし、もともとファンでしたし、まあ入ってからもね、やっぱり一緒にプレーした選手たちがいるんで、まあ信じたいなっていうふうに思うし、それだけね、やってくれるというふうに信じてますんで、今日ね、まあ打順がどうなるかとか、バルドナード投手がね、勝ちパターンでしっかりこう、最後抑えてくれたりとかね、すると、すごく嬉しいなというふうに思うし、みんなもね、ちょっとね、今日の試合、期待して、見ていきましょう。てな感じでね、今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。